筋肉が歪んできたり足が歪んできたりすることによって O 脚になると言われております。横に曲がっている足をねしっかりまっすぐに伸ばしてあげて最大身長を伸ばしてあげる。身長ビヨーン。東京神田整形外科クリニック理学療法士の神林です。本日も身長に関する情報を皆さんに対して全身全霊で配信していきますので、ぜひ身長を伸ばしたい方はですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さて、大好評のですねストレッチで身長を伸ばすシリーズですけれども、今回は O 脚を直して身長を伸ばすについてです。実はですね、日本人の7割から8割ぐらいは足が歪んでますよっていうのがね言われております。こういう形がね O 脚になります。これ確認してみて、うわこれ自分じゃんだったり、あの人の足だっていう風にね想像する方いらっしゃるかなと思います。 O 脚の原因っていうのは筋肉が歪んできたり足が歪んできたりすることによって O 脚になると言われております。なのでですね、その筋肉の歪み、足の歪みっていうのを一回リセットして、横に曲がっている足をねしっかりまっすぐに伸ばしてあげて最大身長を伸ばしてあげるっていうことはねすごく大事になってきます。今特にね成長期でぐんぐん身長が伸びている方はね必見になりますので、足のバランスを整えるっていうこともね着眼点に置きながらストレッチやっていきましょう。はい、それではストレッチ一つ目ですね、ハムストリングスストレッチになります。このハムストリングスというのは太ももの裏側にある筋肉で膝を曲げる作用があります。O脚の方はこの筋肉すごく硬くて膝が伸びてこないことすごく多いんですよね。その状態で下の骨が外側にねじれてきて O 脚が生じるので、そのストレッチをやってまずは伸ばしていきます。それではね皆さん20秒間一緒にやっていきましょう。形としたらベッドに上がってもらって、今回ね左足でストレッチをやっていきます。右足を曲げてもらいます。で骨盤をグッと上に上げていく。足首はつま先を天井の方向に向けてストレッチをやっていきます。裏硬いっていう人がいたらこんなねバスタオル使って足首にこういう感じでタオルをかけてみてください。そうすると足首の軸ずれないでできます。いきましょう。タオルない方はねこのまま手をグッと伸ばしていっても大丈夫です。今回はタオルありでやってきます。しっかりね裏伸びてますでしょうか。お皿の向きは上の向きです。はい、 OK です。裏の筋肉伸びてるのを確認してみてください。それでは次行きましょう。はい、続いてのストレッチ、大臀筋ストレッチになります。これはねお尻の筋肉、股関節を動かしていく筋肉なんですけども、この筋肉が外側の大腿筋膜張筋から長径靭帯、こういう風にね筋連結してるので下の骨をねまた外側に持ってきて O 脚になってきます。なのでお尻のストレッチ本当に大事だからやってみてください。今回もね左足を右足の上に乗せてもらって上にねグッと上げてきます。こういう形ですね。はい、皆さんポジション取れましたでしょうか。この時ね骨盤をこう上にグッと上げていく。でお尻が伸びてるのを感じながらストレッチ20秒やっていきましょう。左右差もあるのでしっかりねどっちが硬いかご自身で確認してみてください。体がね丸まらないようにしっかり伸ばしてストレッチやってみてください。はい、 OK です。じゃあ最後3つ目、大腿四頭筋ストレッチです。こちらはね太ももの前の筋肉です。膝を伸ばす作用があって、 O 脚の人の場合は大腿ね外側硬くなって膝の動き制動していることが多いのでしっかり伸ばしてきます。形としたら膝を曲げてもらってこんな形、よくね運動前にね皆さんやってるイメージですね。できる方は肘をベッドにつけてみてください。それでは行きましょう。しっかりね前伸びてるのを確認してみてください。痛い方いらっしゃったら手はねこのままで大丈夫なので伸びてること優先にしてストレッチをやってみてください。はい、 OK です。はい、ストレッチお疲れ様でした。
はい、このストレッチをね実践して O 脚直してあげると、見た目もね綺麗にかっこよくなれるし、その分ね身長も高くなる。こんなねいいメリットないと思います。特にですね今成長期の方はですねすごく大事な時期になりますので、身長をねもっともっと伸ばすんだ、もっともっと綺麗にかっこよくなるんだっていう気持ちを持って一生懸命ストレッチ頑張ってみてください。はい、以上理学療法士神林でした。身長ビヨーン、バイバイ。